どうも、大の字です。うーん、たい大の字中学校、うーん、たい大谷です。ヨニアです。大谷です。もう、大谷でもういいの、もうビッグさん外すのね。やっぱあんまりコメントでもね、そんなビッグさんって言われてないからね。いや、やり続けるのがいいんでしょ。いや、もう飽きちゃった、ね。飽きたよ、ないよ。だって普段もう、大地さんと大谷さんって呼んでるじゃん。いや、そうですよ。もういや、だからビッグさんでここだけは決めましょう。もうビッグさんでいきましょう。いい、大谷でいきましょう。なんなんだよ。ヨニアです。よろしくビッグさんです。お願いします。大丈夫です。お願いします。しかし、北海道の番組をずっとやってますもんね。はいはい、そうです、そうです。何食べるんですか、北海道。北海道行ったら、やっぱなんだかってジンギスカン食いますよ。うまいんだよね。ジンギスカンはやっぱね、飽きないのよ、あれ。と、ただ北海道の人は食べてる、お店では食べてないんだよ。おうおう、そう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 。みんな家で食べるもんだから。あれはね、ホームパーティーとかでするやつが多いんだっつって。俺はね、とにかく、まあおすすめ、多分大地さんも一緒だと思うけど、やっぱ、だるまっていうね。はい。これがすすきのにあんだけどね。あれぞ大谷さん流の孤独のグルメですよね。私あの絶対人と行きませんから。だから本当に今この中において一番おすすめしたい北海道のグルメは、はい、だるまでジンギスカンと向き合う、向き合う。で僕は個人的に、はい、あのだるまで飲むビールが地球で一番うまいと。あのね、冬場のだるまの中ってすごい適温というか、はい、あのね、世の中のイメージがみんな夏のなんか暑い時に飲むビールがうまいと思ってるけど、はいはいはい、うん、ビールは冬だから。でアイスも冬だから。これ絶対間違いないね。で冬場の乾燥したところに染み渡るっていうね。まずさ、だるまの前に乾燥してんだよ。雪降ってんだよ。雪降って、ね、雪降って乾燥して喉もカラカラ、はいはいはい、この状況で入った瞬間いきなり暖房ガチ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 のね、あったかいところにいきなり入るんだよ、はいはいはい、うおーってあったけーって中にビールが出てくる。すげー冷たいビールが来るの。もうキンキンのやつだよね。クワーって飲むじゃん。なんでか分かんないけど臭みが全くない の。いわゆるジンギスカンってあのみんなやっぱりその癖があるっていう。そうそうそう、ちょっとね、あの匂いがあるとかそれが苦手ですっていう人多いよね。でだからタレが結構割と味付け濃いめだよね、うん、普通はね、はいはい、そうそうそう。だけどここはね、まずそもそもその肉に臭みがないの、ないのよ、ないのよ、これこれが不思議だろ。不思議なので絶対行ったらまず座ったらビール頼むじゃん、うん、必ずすぐね秒でねみんなキムチとちゃんじゃ頼んで。ここのちゃんちゃんうまいよな。これはもうだから俺たち要するに大の字中学校はサイドメニューの鬼だから、サイドメニュー頼まぬものはその戦場から去れっていう。そうそうそう、今すぐここから立ち去れ、立ち去れっていう、ね、サイドメニューを頼む男になろうぜってことやから。キムチとね、このキムチもね、これも日本中いろんなキムチ食ってきましたけど、はい、もちろん韓国でも食いましたけど、うんうん、かなりトップクラスのうまさなのよ。美味しいんだよな、確かに。キムチは絶対これ見てるみんな覚えといてね、うん、うまくないのは化学調味料で辛さを作ってるやつ、はいはいはい、本当にうまいのは発酵を例えば果物とか、うん、あの魚介とか、うん、そういう天然のものをいっぱいこうオキアミとかいろんなもので出してるものなの。そうするとキムチってね、辛いじゃなくて、うん、まずなんかうま辛、うま甘辛みたいな、うま甘辛みたいな、ね、はい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 、3つがちゃんと来るわけ、はいはいはい、ドーンと、うん、酸味がね、酸味がすごいわけだからその、もうさ、なんていうんだ、そのだからダチョウ、全盛期のダチョウかって、全員必要みたいな大事さ。ちゃんと振りがあってとかいろいろあるからね。そう、B21 スペシャルじゃないですよ。ヒロミさん個人の力だけじゃなく。デビチンも、デビチン超好きだったわ。デビチンションペン中で笑ってたんだよ。大先輩のことデビチンって言っちゃうよ。大好きだったんだよ。で、やっぱこの3つがね、同時に舌の上に来んのよ。はいはいはい、これが三味一体の妙な。で、ちゃんじゃね。はい。まあ尊敬する木梨憲武さんがね。はい、飯に一番合うもの何だ、ちゃんじゃって言ったさ。食わず嫌いちゃんじゃでしょ。ちゃんじゃ美味しい、あのちゃんじゃですよ。タラのタラのね、いわゆる塩辛、はい、ご飯何杯でもいけちゃう、いける。だからね、だるまに行ったら一番気をつけてほしいのはね、ご飯の配分なのよ。進みすぎちゃうから。これ聞いといた方がいいよ、これ本当に聞いといた方がいいよ。あの初めて行ったやつはね、みんなね、もう本当にノンストップで行っちゃう。もうね、バカみたいに行っちゃうから。おい、ちょっと今止めとかなきゃダメよ。ダメ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 。で、引き算美学っていうのがやっぱあって、俺はやっぱり生姜焼きの時も言ったでしょ、生姜焼きは
これはもうやっぱ今、はい、玉ねぎを入れないことが大事、はいはい、なぜなら玉ねぎを入れると水分が出る、うんうん、じゃあ野菜どうするのって、いやそれはキャベツなんだと、うんうん、あの出来上がった時のそのキャベツに巻いて食うっていうことが大事、これね、はい、ここもだるまの野菜はネギだけ、うん、ね、玉ねぎね、ネギと玉ねぎ、そう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 、玉ねぎとネギがラム肉のうまみを全部吸うんだよな、この吸い方えぐいの、これすごい、やばい、思い出しちゃう吸収吸収の仕方が、はい、こんなにこんなね、そう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 、すごいよね、あれはあれは何やろうね、鬼滅の刃の作者がさ、やっぱ一番影響を受けたのってジョジョらしい、はい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 、だからほら初期って太陽に弱いとかことがさ、うん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 、あの呼吸ね、だから呼吸なんだよね、波紋があったりとか、ね、あのね、ここの玉ねぎとネギ呼吸してるから全集中、全集中してるあの油を吸うと全集中で自分自身が超うまくなってんだよ本当に。でだから一番大事なことはまず肉と格闘します。肉はねいくらでもおかわりして、うん、もう自分の食べれる量だけ、うんうん、もういくらでもいけるから、ただここのご飯を少し様子見ながら、はい、ね、ちゃんとね、ちゃんじゃもいっちゃったらもうキムチもいっちゃったら一気に行きたくなるけど、うん、ゆっくりこうゆっくり、だからワンバウンドはねいいけどね、ワンバウンドさせたらそのタレがついてるからもういきたくなっちゃうの、だからこのワンバウンドを気をつけた方がいいのよ、飯なんてこと普通に3杯いくからね、そうそうそう、普通にで行った時に一番大事なことはここで最後にご飯を3分の1残しておく、そう、これ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 重要で、これもタレで散々、はい、散々だった、もう散々もてあがそうだなって米をね、散々米にしてみたらさ、もうビタ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 叩かれてるだけですよ、米にしてみたらなんでこんなにきつく当たるんだろう、この人私のことなんでこんなにきつく当たるんだろうって思ってんだ、大事だと思われてないんだよな、私私だってどうせそうそうないがしろにされてんだよな、絶対違うところに女いるんだこの人すごい悪いんだけど頼みやがってって思ってると思う、違うのよ、これ実は仕上げてたもんね、私そうなる、最後これで不思議なのよ、プリティーウーマンを仕上げてたわけですよ、我々最後の締めお茶漬けください、これすごくないですか、そしたらここにほうじ茶入れる、はい、聞いてください、これでタレも実は育ててたのよ俺たち、タレも散々パラをつけて、つけて、でそこにまあニンニクだ唐辛子とか入れてるんですよ、このタレがいい感じだって、はい、これをこのお茶漬けに入れるんだ、すごくないですか、で油吸いまくった玉ねぎとネギの残ってるんですよ、だからあ、何俺たち食ってもらえないですかあ、俺たち選ばれなかった、みんなの気持ちがバラバラになってるんだ、だからそいつら全部回収して入れる、ええ実はだるまの一番うまいのこのお茶漬けだから、最後のワンチームびっくりしますよ、もう最初俺もお茶漬けだにタレ入れるとかさ、はぁみたいな、うまいわけないじゃん、お茶にタレとはええにみたいな、お茶違う、ここを食べるためにあのうまいラム肉とか食べてた、そうそうそう、だその瞬間みんな気づくんだよ、私たち主役だったんだ、いていいんですか、シンデレラだったんだ、みんな12時超えたシンデレラですよ、さ12時超えたらダメだった、超えちゃダメだ、超えたらカボチャに戻っちゃうじゃん、馬車とかみんな、果たしてこんなにすごかったんだみたいな、そうそう、自分たちの良さをすっげえ引き出したの、お互いたちが、だからそれだけでも今話した中でもなんかやっぱり戦いじゃない、うんうん、だるまって戦いなのよ、ジンギスカンと向き合わなきゃいけない、ここちゃんとね、ちゃんとしたまっすぐの気持ちで対峙しなきゃいけない、いけないよ、肉を多めに食うとどうしてもね、うん、店員の方にね、油新しいのくださいとか、うん、いうのって結構緊張しますね。まあまあそうだね、ちょっとね。ここ見事に店員がおばちゃんしかいないんですよ。そう。これもだから言いやすいの。正直。なんかね。そうそう。これ正直ちょっとなんかね。若いお姉ちゃんとかだったら、お兄さんとかだったらちょっと頼むときにさ、こいつまだ食うのかよみたいな、うん、あるじゃないですか。なんか。油一つで我々はやっぱそこまでの葛藤があるわけですよ。あるわけよ。あるわけですよ。こちら。こっち漬物もおしんこもあんのにキムチ頼むのかみたいな、そうそうそう、壊れてないかなって、やっぱ自意識過剰だけどね我々はね、これがやっぱおばちゃんだと言えるんだ、言える、おじゃんと、ちょっとご飯ちょうだいと、うん、もう一杯ちょうだいって大丈夫、はいはいって、そうそうそう、お肉のおかわりはっつって、お母さんがもう言ってくれたりする、大丈夫、なんかね、かっこつけなくて済むんだよね、うんうん、鎧はもう全部置いていけられるよね、そうそうそう、それがすごいと思うんだよね、うん、うんうん、
外で戦士として戦った男たちがね、最後にたどり着く場所なのよ、これって。ここがね。だるまって。これは北海道僕おすすめ。いやいや、みんなを癒してくれる。確かにだるま美味しい。で、僕はもう一つは、すすきのってやっぱりちょっとその、今はね、観光客がそんな、海外の観光客が。まあ今ね、今このご時世ですから、ちょっと行けないし、ね。一時期やっぱ中国の方とかがすごいだるまで行列してて、すごかった。1時間待ちだった。待ちだったね。そんな時こそね、おすすめのね、スープカレー屋さんがあった。おプルプルっつった。スープカレー、プルプル。はい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 。これね、メジャーじゃないんだけど、めちゃくちゃうまいスープカレー屋さん。はで、ここ行ったらもう問答無用で、はい、納豆の入った、ひき肉と納豆のスープカレー。俺ね、今も食いたい。正直。これ食ってください。ちょっとこう、レゲエなね、配色ですね。店内もレゲエしかかかってないです。はい。で、私初めて行った時に、このいわゆる、はい、納豆ととにかくまあこれを食べてくださいと、はいはいはい、それのカレーを食べた、おうおう、最初食った時はね俺あんまピンとこなかったの、うん、やっぱ食い物ってさ、そう、納豆ベジね、うん、はいはい、食べ物って2種類あるじゃないですか、ハマる時って、はい、最初に食った瞬間こんなうめえのあんの、これはもう好きっていうすぐ認定されるやつ、ね、すぐされるやつ、はいはいはい、圧倒的なスピードのやつ、はいはい、であともう一つはこれが一番ハマるんだけど、うん、初日分かんなかったけど、家帰ったらどうしても気になる。2回目行った時に、あ、俺これが好きなんやって。最初は素直になれない気持ちがちょっとあったりとかする。いや、分かんない。いや、その魅力が分かんない。なかったけどな。納豆にカレー何かなみたいな。いや、これがうまい。まあまあ分かるけど、みたいな感じだったんだけど、家帰って猛烈に食いたいの。うん、で、2回目に、まあもう1回行った時に、うん、めちゃくちゃうまいな、めちゃくちゃうまいなみたいな、確認しに行ったね、確認しに、はいはい、とにかくその納豆とひき肉の相性と、あとそのスープカレーのカレーのあれにそれが全部合うのよ、うんうん、はい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 、トッピングいくらしてもやっぱこの味のベースがうまいから、うんうん、で俺ね、プルプルっていう名前じゃないですか、うん、一回北海道レギュラー番組昼間出させてもらって、はいはい、高橋の番組出させてもらった時に、ね、プルプル食いたすぎて俺震えが止まんなくなってほんとプルプルしちゃったのそこから好き、しかもレゲエが流れてるでしょ俺ね、怪しいと思って、怪しくないよ、怪しいと思って、怪しくないよ、ほんとうまいんだよこれ、ほんと食いたくなるんだよなんなのあれプルプルしちゃ う, そうプルプルカレーね、だから俺はもう北海道すすきの行ったらもうまずこの2つを絶対行くっていうの、はい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 、はなんか贅沢というかいい贅沢の仕方ですね、それは。チャンネル登録、しちょくれー。